噴丘前景手前に前方部、左奥に公園部。岩戸山古墳は、福岡県八女市にある前方公園墳、八女古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている、九州地方北部では、最大規模の古墳で、六世紀前半の築造と推定される、岩戸山古墳湿土の石人八女市北部、八女給料場に展開する八女古墳群を構成する。 古墳の一つ。闇丘陵は、東西十数キロメートルからなり、五世紀から六世紀にかけての古墳が数多く築かれている。その数は、前方公園墳12基装飾古墳3基を含む約300基に及び、東古墳はその中でも代表的なものである。古墳は東西を主軸にして、公園部が東に向けられている。二段造成で北東隅に、 別区と呼ばれる一辺43メートルの後形状区画を有するという特徴を持つ。築造年代は、末期の年代間から6世紀前半とみられ、被装者と推定される築士君祝いに関する記録とも一致している。内部主体は明らかとなっていないが、電気探査等で横穴式石室と推定される構造が確認されている。なお、紛糾脇には、 神社が鎮座しているが、古くは公園部分町に鎮座していた。墳丘、周積み、別区からは一般に石人石場と総称される、当地周辺特有の石製品が100点以上、出土しており、その数、種類は他の古墳を圧倒している。これらは人物、動物、機材の3種類に対別され、実物大を基本とするという特徴を持っている。なお、 現在の別区には、石製品のレプリカが大きさを縮小して建てられている。東古墳は昭和30年12月23日に国の史跡に指定された。昭和53年3月24日付で、史跡の追加指定、統合指定が行われ、指定名称が闇古墳群に変更された。古墳周囲には幅20メートルの集合、集堤が巡らされている。被装者は、 6世紀初頭に北部九州を支配した筑紫組岩井と考えられている。文献から被壮者と築造時期を推定できる日本で数少ない古墳の一つである。筑紫組岩井は古時期、日本初期に反乱伝承が記されている。また、筑後国風土器一文には岩と山古墳の状況や位置が記されており、別区では裁判を思わせる記述もある。同文によると岩は 生前から墓を作っていたが、戦に敗れ放棄したという。なお、古くは、石人山古墳を祝いの墓とする説が主流であった。昭和31年、森定次郎が岩戸山古墳を祝いの墓に否定し、現在まで定説となっている。西鉄久留米駅から西鉄バスで福島港前バス手上車、ありがとうございます。